はい、今日はトレーサー9の GT、 これにオプションを盛りだくさんつけていただいたお客様がいまして、今日はその紹介をしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まず前の方からいきますね。ラジエーターカバー、ちょっと見にくいんですけれども、これはアルミ素材を使ってます。純正です。そして次にエンジンプロテクター、樹脂構造のプロテクターになってます。ちょっとした立ちゴケなんかも安心ですね、これでね。そしてパフォーマンスダンパー、非常に高価な防振ダンパーです。最近四輪やなんかでもボンネットの中に斜めに入っている、これはもうヤマハ製なんですけれども、四輪の方から来た技術を今度は二輪に生かした車体のね、制振ダンパーになってます。振動を抑えてね、乗り心地が非常に良くなって、ハンドリングも向上して、一クラス上のオートバイの乗り心地っていうのがこのパフォーマンスダンパーになってます。このオートバイローダウンキットも付いてます。このリンクなんですけどね、だいたい18ミリ下がるようになってます。まあ、もともと全モデルのトレーサーに比べてシート高は30ミリ低くなってるんですけども、ちょっと幅が広がってる分だけ私は30ミリも下がってるかなって感じるんですけども、さらに18ミリぐらいね下げてます。もちろんアライメントを調整するためにフロントのフォークも突き出しをして、アライメントの誤差をね下がるように調整してます。あと、まあ、これは整備するときに非常に便利なもので、スイングアームスプール、まあ、ドライブチェーンやなんかの針だとかね、チェーンオイルを刺したいなとか、ドライブチェーンちょっと掃除したいなっていう人にはね、レーシングスタンドをかけるときにこれが必要になっています。そして ETC が実はシートの下に入ってます。白のシートを外すと 2.0 の ETC がついてます。 2.0 のこのタイプだとメーターインジケーター内に表示されます。あと後ろのトップケース、サイドケースなんですけども、このサイドケースも脱着が可能です。まあ、ワンキータイプにしてありますので、あのメインスイッチの鍵で脱着が可能です。こうしてこんな風に簡単に外せます。このサイドケースを開けると、このようにフルフェイスのヘルメットも収納できます。最近はキャンプツーリングにもね流行ってますけれども、非常に便利で大容量になってますのでね。そして嬉しいことに、サイドケースのなんていうんだっけこれは、なんだっけな、サイドケースのステールがね、これもちょっと傷ついちゃったかなって言った時でもパネルだけ交換できます。トップケースはやっぱり同じように脱着が可能です。これは50リットルのトップケースになってます。ここにもヘルメットをね2つ入れるぐらいのね容量があります。タンデムの方がね背中に当たってもいいように、こういうパッドも装備されてます。あとコンフォートヒートシートっていうシートヒーターですね。もう寒い時期はねお尻はね変えていくかと思いますけどもね、メーターの中でここなんですけれども、グリップヒーターですね。これはねグリップヒーターの温度調整、それからこちらがシートヒーターの温度調整が手元でできるようになっています。もちろん ETC のインジケーターもビルトインされています。あともうこの方はディスプレイ大好きで、二輪用の防水型 ZUMO396 っていうね、二輪車専用のナビゲーションスイッチオンにしますと、こんな感じで地図ソフトが出ます。もちろん脱着が可能ですので、家の中でルート設定とかもねもちろんできます。ちょっとサービスエリアなんかで置いとくのも心配だなという時はね、外してポケットに入れとけばいいし、それからこれはデイトナ製のバイク用レーダーです。インカムにつないでもらうと Bluetooth で音声で知らせてくれますのでね、スピード違反とかね、そういったものに十分注意していただきたいんですけどもね、注意を喚起するっていう部分でもついてると便利ですね。このぐらい装備するともう本当にフル装備に近いですけども、もし参考になればお店の方で見ていただけるとありがたいです。はい、今日はこれから購入とか、もう買ったけど何かつけたいなって思ってる方、参考になればと思ってフル装備のトレーサー 9GT をね紹介させていただきました。このカスタムいいなと思ってくれた方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。